はい、こんばんちは。PC 版のフォールアウト4サバイバルモード続きやっていきたいと思います。前回パートはね、クインシー警察署、この周辺のクエストをやったんですけど、今回パートでは、まあ途中ね、このクエストやろう。そんな感じに思ってます。まあグルの男の子に会って、まあそれをね、助けてあげて、まあそのままね、親の元に届けるだけのクエストなんですけど、その後は、そうだなぁ。まあ、この辺まで行かなきゃいけないから、まあ、一日仕事になりますけど、なんとか、就寝するのは、スロックとかさ、うん、この辺まで行きたいなと思っております。完全に、放射能を、耐性、放射能耐性装備が、北の方にあったと思うんで、そっちの方まだ行ってないからね、ちょっと探索の方したいなとは思っております。なんで、南側だけじゃなくてね、ちょっと北側の方も行こうかな。まあ、あと、まあ、ここは毎回のことですけどね、毎回湧くんですよね。まあ、ちょっと、スナイパー装備して、FPS モードにして、そろそろ発砲が聞こえてもいいんじゃない？じゃん。バツ。今日はいないのかな？なんかいつも誰かしらいるからさ。お。いいね。いかん、バレた。毒ビド。ほんとに。やっべ。リッパーか。おっしゃ。おら。こいつはやべ。クーリテからも行って。もう一丁。オッケー。いい感じ。アベンチャーも来たな。オッケー。まだ来るな。よし。ドゥームプロテクトロン。やべえぞ。オッケー。シュポポって。オッケー。ドゥームプロテクトラまだいるのか。オッケー。おお。オッケー。はい、じゃあ、ちょっと伝説系いたんで、もらっていきましょう。あ、これもいいお土産になるな。はい。じゃあ、これで。お！アサシン、中国軍将校の、これは強いんじゃないかな。アサルトロンブレードも好きだしさ、いい感じです。じゃあ、ちょっと食事の方しましょうか。まあ、ちょっとセーブしたい感じはあるね。グリルしたラットスタック。まあ、しばらくラットスタック食べていこう。よし。じゃあ、TPS モードに戻して。じゃあ、この辺の。ああ、カラスか。ドゥームって結構後半だよね、やっぱり。じゃん。ミサイルだ。
6ミリちょっと邪魔なんだけど、うん、あとこっちもいたよね。これか。あ、違うね。見にくいんだよな。まあいいや、目的地行きましょう。目的地っていうのも、なんか冷蔵庫の中に閉じ込められてんだよね、男の子が。まあグールだから放置しても死なないと思うけどさ。よいしょ。ちょっと FPS にして、スナイパーにして、大丈夫か。まあとりあえずジャマイカブレインに向かいながら行きましょう。ここも大丈夫か今回は。まあジャマイカブレインはね、拠点化されてるんで、ここも強化した方がいいのかなと思うけどね。ちょっとめんどくさいですみたいなね。まあ、とりあえずセーブポイントということで、セーブしまーす。もう時間が3時だからね、ちょっと急がなきゃいけないよね。まあ、これで。よし、行こうか。入植者。まあいいや、この人はほっとこう。この中に。いっぱいいるな。おお。おいえ。いいスイングだ。ちょっと外出ようか。ドッグミート !GO! イエーイ!もう一丁。怖え。連打してなかったか。やべ。GO! カッキーンと、もう一丁。OK!なんかほんと本当ってかさ、サバイバルモードではこの近接武器はあんま使ってこなかったんでね。おお、この辺全然見てないわ。おいおいおい、いっぱいいるじゃねえか。ジャマイカブレイ、もう掃除終わったかと思ったんだけどな。あ、ここか。は？オッケー。あかん、ドッグミートやばいわ。ドッグミート落ちちゃうもんな。おいで、ドッグミート。帰ろ、帰ろ。よし、行こう。こっちの部屋は？スーツケースか。やった。うん。どうだろうな。というのもさ、ちっちゃい子供見つけたら勝手に帰ってくれるのかな。連れてかなきゃいけなかった気がするんだよな。プラスチック、テイト、ボール。ほう。ちょっと毒見てどいて。どいて、ちょっと。
はい。まあいいとして、まあ行こうか。近いな、こっから。ねえ、助けてよみたいな感じのね。どこだ？向こうか。いや、アサシン、中国商工の件、ちょっと強化もしたいな。まあでもいいお土産になったわ。ここね。おい、じゃあ開けまーす。ん？そこにいるのは誰？出して。誰？ビリーって呼んだ。もうずっとここに閉じ込められてるんだ。うん。どうしてこんなところに閉じ込められたの？爆弾から逃げるために隠れたんだ。でも中には取っ手がなくて、それに真っ暗なんだ。200年前？爆弾が落ちたのは200年以上前よ。今何歳なの？もうどれくらいここにいるかわからないよ。そうなの？本当に長かったよ。お願い、この中で死にたくない。はい。わかったわかった。出してあげる。やった。この中にずっと閉じ込められてたんだ。早くドアを打って。あ、足が固まってる。何もかも変わっちゃった。ビリー。どうしよう。うん。安全なところへ連れて行くわ。うちに帰りたいだけなんだ。ママとパパを見つけたい。200年前だよ。痛くはないけど、両親はおそらく亡くなってるわ。死んだ？本当にそう思う？それじゃあ一人ぼっちに。誰が面倒を見てくれるの？あなた？昔の家に行った方がいいと思うわ。何が残っていたとしても。残ってるといいんだけど、すごいベースボールカードがあるんだ。外は本当に明るいね。太陽なんてずっと見てない。はい、まあそんな感じで、ビリーの家はね、前回パートのところね、とこなんで、まあ行きましょう。ビリー？こんにちは、ビリー。ママとパパがどうなったのか調べたいんだ。ついてきてくれんのかな？まあとりあえず行きましょう。あ、来てるね。いやー、だけど幸いしたのは、まあ掃除がある程度終わってるからな。ネポンセット公園。あ、それがついてくの？まあいいや。もうお家は分かってるからそこまで行きます。きっと、間違いなく、警察署もあったからな。あそこで、寝よう、今日は。来てる、ビリ君。これは取れないか。よし。まあ、ちょっとなんか水でも飲みましょう。よし。で、ここが、そこから入って、で、上に抜けれましたよね。で、また上にも行くとね、結構なんかいるんだよね、余計なもんが。ここも定期的に湧くからね。アトムキャットとかなんかあってね。やっべ。FPS にして、あそこにもいるんだ。クワンタム。どうだ？まあ、クリティカル溜まってるから使っちゃおう。買ってぞ。しょうがない。で、使っていきます。
ってなかったみたいだね。まあいい、行こうビリ君、逃げよう。どうだここのさ跡地とかさ、めっちゃ気になるあそこ。大丈夫よね、誰もいないよねここも。うん、あの辺だよね。よし、TPS に戻します。ここね。来てるね。はい。はしないさ、キャロル。少なくとも生きているうちはな。ビリー、上に上がるんだ。そうしたければ殺しなさい。この人たちは守ってみせる。目玉をくり抜いて首飾りにしてやる。やべえぞ。こう。よっしゃ、いかん。これにし、やべ。オッケー。よっしゃー、ついついちょっと。何何。ちょっとやばい。ガンナーいるんだ。オッケー。よし、行こう。ゴー。上に避難して、オッケー、くれてからたまった。ここまで記憶してなかったわ。よっしゃ、よっしゃ、よかったよかった。ねえ、そこで待って、行こう。ん？で、この辺だってね。死骸が分かんなくなっちゃったよ。どこ見た？ねえ、爆発で撃ったからどっか飛んでっちゃったかな。ダメだな、見つからないな。まあとりあえず話しましょう。
男から私たちを守ってくれてありがとう。うん。見つかってよかったわ。さあ、これもあげられるものがもっとあればいいのだが、幸せでいないんだ。はい。はい、まあとりあえずじゃあちょっとここで今夜は寝れるかな、わかんないけど、まだダメかな、水寝れるね。じゃあ朝まで寝まーす。で明るい状態にして、まあさっきの敵たちのなんか戦利品ってかなんか奪おうか。よし、7時だね。よし、じゃあちょっとこの辺の物色しまーす。ねえ、何か見つけて持ってきてくれる？近くに何か役に立つものがないか見てきて。ダメだな。よし。こっちにも何かあったっけ。まあいいや、とりあえず今回パートはここで終わりにして、まだねちょっと水が足りないな。 OK、 じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。次回パートではね、こっから遠いですけどぐーっと行って、あのスロックの方まで行って、ここの探索に行こうかなと思います。ここにね、確かね、放射の防護服があったと思うんで、まあ、とりあえずスロックにメモしといて、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。